おはようございます。釣り子 TV です。なんやかんやね、忙しくて、なかなか釣り具屋さんに行けていなくて、で、気になるね、新製品もいっぱい発売されているから、何か買いたいなぁなんて思ってたんですけどね、今日お休みで久しぶりに御徒町のキーポンに行ってきまして、そんでまあいくつかね、そういうちょっと気になってたやつも買えたんですけども、これ。ちょっとね、中古コーナーにね、いいものがあったんで、買ってきちゃいました。こんなね、小さな袋に入っているんですが、早速ね、開けていきたいと思います。いっぱい入ってます。イエーイ!すごーい!ねえ。ね、中古コーナーに、大好きなね、デプスの、コンツアージグがいっぱい売っていてね、まあちょっと重さもまちまちなんですけども、でもね、カバーはもう剥かれてるんですけど、何やらね、多分まあ自分もね、使うんで、これ使ってないよな、投げてないよな、なんていうね、ミントコンディションのコンツアージグがね、いっぱいあって、ね、まあまだいっぱいあるかもしんないんだけど、とりあえずこうガサゴソってやってね、目に見えたのだけ買ってきたんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8 ね、嬉しいっていうことで、コンツアージグね、結構いい部材がいっぱい使われていて、新品だとちょっとお高いんですよね。もう500円はね、とっくに超えてくるっていう、そういう価格帯の、ラバージグなんですけども、まあその分ね、このフッ素加工の針が使われていたり、このキープ力抜群のね、ジグストとかした時に本当にワームがずれない、ね、フックキーパーがついていたり、で、この泳がせやすいヘッドの形状と絶妙なガードの強さ、これがね、強すぎないのがいいんですよね。他の、なんだろう、デプスのジグよりスイミング中に食わせる、でもこれはかわしてほしいっていう、まあ例えば木の枝とかはしっかりかわしてくれる、そういう絶妙な強さのガードね。あとはこのちょっと少なめなね、極太のラバーのこの配置、こんな感じでね、本当ちょっと泳がせる釣りでは使いやすいんでね、まあこれ中古で買わなくても新品のやつもね、結構相当数、まあいつでも使えるようにね、もう 2,3 年分は持ってるんですけども、まあ1個あたり高えよなっていうのがあって、で今回ね、キーポンは中古も取り扱ってるんで、でその中古コーナーのね、俺ね、あんまり見たことなかったんですけど、下の方にこの中のラバージグル全部380円っていうコーナーがあって、結構ね、高級なスモラバとか、あとフルサイズのラバージグとか、フットボールとか、スイミング用とかね、いろいろ入ってるんですけど、全部ね、いいコンディションのね、ラバージグがね、中古で入ってたなっていうことで、特に今回はこんな感じで、これ8個買うとね、結構、お高くなるんで、で色もね、まあ黒はもちろん好きですけど、この感じの色もね、すごいね、好きで使うんで、ブルフラットとかつける時ね、結構紫ベースのまあ、ジュンバグみたいなカラーとか、あとはスカッパノンなんかに合わせてもね、ここら辺のカラー使いやすいなーなんて思って、はいね、こんな感じです。はい、いやー、思わずね、ちょっと中古ですけどね、あー、これ久しぶりに掘り出し物というか、いいものゲットだぜと思ってね、ちょっと紹介しようと思って、でまあね、ちょっと土曜日日曜日でお休みしようと思ってるんで、仕事の方ね、他にもね、新しく買ってきたルアーっていうのがあるんで、まあそこはちょいちょいね、この後ね、撮って編集して、また明日以降ね、上げていこうと思いますね。とりあえずは、本日ね、これ久しぶりのえぐったぜっていうね、なかなかこれはないんじゃないっていうね、デプスの人気のコンツアージグ、これをね、御徒町のキーポンで中古でたくさん買えたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。